今回はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。よろしく。よろしくお願いします。さあね、なんかだんだん寒い季節になってきましたけど。はい、今日はですね、シドニーさんとしょうこちゃんがね、何気に初共演ですよね。しょうこちゃん出てる回、シドニーさん見ました？いっぱい出てもらってんのよ。はいはい、見ましたよ。はいはい、ナイスの、おーおー、はい、この番組のやつだ。はいはい。ねえ、しょうこちゃんはでもしとりさんね、見てたでしょ。もうガン見してました。なあ、ガン見してた。すべて見ました。その1周年のあのダイジェストとか、いろんな画面のやつ、はい、もう全部見ました。あー、恥ずかしい、ごめんごめんなさい。ちょっと待って、その髪型どうしちゃったの？シルバー、金、金、今ちょっと金色になりかけてるんですけど、一応シルバーに染めて1ヶ月ぐらい出てなかったんですけど、かわいい、かわいい、かわいい、はい、いや、ていうかね、普通の日本の OL さんだったら許されないような髪の色になってるから大丈夫かなと思って。全然大丈夫です。うちの会社は、いいねって言われて、いいねって言われて、イエーイ。はいはいはい、はい、そうなんですね。ということでですね、今日はこの3人と一緒におしゃべりするだワーン。イエーイ。今回のテーマはこちらです。2021年私のベストフード。イエーイ。2021年の中でですね、皆さんがとにかくハマったベストフード、あるいはですね、思い出の料理をご紹介いただきたいと思います。まずはかなこさん、あなたのベストフード教えてください。私の流行りはマンゴーサンゴーというお店です。ほうほうほう、ダジャレかかってるんですね。マンゴー好きにはね、ほんとたまらない。マンゴーの聖地ともいえるカフェで、バンコク内で数店舗展開中。ほう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 。店では辛い料理をよく食べるんだけど、それのお口直しとしても人気で、うん、私は本当にこの 100% マンゴーのマンゴースムージーが大好きで。美味しそうなやつ来ましたよ。アイスがついたりね、もち米がついたり、ココナッツミルクがついたり、いろいろするんだけど、もう私はこれだけ、スムージー。これは絶対外せない。これはシドニーさん、どうですかこれ。おいしいみたいです。どう、お酒も入れる、できますか。あ、おお、あ、美味しそう、それいいね。ナイスアイデア。おっぱい入れたら絶対美味しい。ちょっとジンとかね、なんか入れても美味しいよね。おお、うまそうだね。綺麗。いわゆるインスタ映えするやつですね、俺。アイスとかもあってか。もうマンゴーシャーベット、全部マンゴー。マンゴープリン。おー、うん、おー、これもうまそうだな、うん、おいしいね、これ絶対おいしいですよね。えしょうこちゃんとかこれはいけるでしょ。いや、もうあの飲みます。飲むの？ドリンク、ドリンク。飲んじゃうの？それはよくわかんないんだけど。ちょっとずつ食べようよ。飲んじゃうの？マンゴーは飲み物ですね。あ、これタピオカとかかな。うん、そう、タピオカと一緒ね。そうそうそう。おお。なんか調べたら日本もちょっとあるっぽいですね。渋谷とかになんか。あ、そうなんだ。マンゴーなんかあるっぽい。しょうこちゃん知ってる？知りませんでした。ちょっと調べ、すぐ調べます。確かね、渋谷になんか調べたら渋谷にあったと思ったんだよ。え、そうなんだ。あの、代官山にあるって書いてます。ああ、代官山か。はい。はい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 。あ、閉店って書いてる。ちょっと待って。あれだ。2007年とかですね、口コミが。そうなんだ。はい。いやいや、これはでも美味しそうだな。質問があります。おい、何ですか？かなこさん、マンゴーおいくらぐらいですか？だいたい1個66円ぐらいなんですよ、この1個。丸々、この1個。えぇ、ー、安い。
めちゃくちゃ高いのかと思った。あ、そうなんですか。そう。もちろん時期があるんだけど、一番安い時のマンゴーの値段がそれぐらいなんだけど、そう、それはただのマンゴーな値段だけで、ジュースとかにすると大体ね、なんて250円しないぐらい。安いね。いや、日本だったら平気で5、600円はいきそうだな。そう。安いね。はい、はい。これはいいな。ていうか、ちょっと覚えとこう。これだな。いいな。はい。では、続いてシドニーさん。あなたの2021年ベストフードを教えてください。はい。一番は、ラバーケーク。L-A-V-A。おぉ、うわー、またなんかデザートで来たって、おぉねえ、おぉ、軽いチョコケーキの中にケーキが入っていて、ホットチョコかけるとチョコが溶けて中から煙出て海山みたいですよ。え、はい、豪華なレストラン煙がありますよ。そんなおしゃれ演出が仕掛けられてんの、ここに。はい。あ、そう。このナッツとかあり。おー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 、はい、おーおー、あー、なるほど。はい、はい。うわ、ドロッと溶けてくんのね、これね。うん、はいはい。ラバっていうのが溶岩ってことですか。はいはい、溶岩です。はい。いやー、美味しそう。イエあの、ありましたね。そっか、あれがマウンテンをちょっとイメージしてるんだ、はいはい、ケーキ自体が。そこからドロッと出てくんだ。はいはい。かなこさんとか知ってました、この辺のやつとか。確かにメニューにラバケーキって書いてあるの見たことあるけど、頼んだことがなくて。おお、シロリさん、あれどこで食べるんですか。普通のケーキ屋さんで食べるんですか、あれは。あ、ノー、ファミリーレストラン、デニーズとか。ファミリーレストランであるの。はいはい。デニーズ。あ、デニーズとか。はいはい。え、てかアメリカにデニーズってあるんだ。はい。生まれた。デニーズってアメリカ生まれか。はい。失礼しました。ぜひぜひアメリカ来てください。あの、似たようなケーキでフォダンショコラみたいな名前のケーキありますよね。その割ったらそのドロッとそのチョコレートみたいなのが出てくる、うんうんうん、どうなフォンダンショコラだよね。フォンダンショコラ。うん、あるある。それとはなんかちょっと違うんですかね。ちょっと違います。作るのは分かりまへん。私よく食べる。自分の作らない、作らない。いろいろレストラン。うん。どうぞ、ビデオあります。シドニーさんが真面目な顔をしてみるの、なんかいいです、ね。かわいい。なんか映画のワンシーン見てる、さっきまでおちゃらけてたあのシドニーが急にパスワードをカシャカシャカシャってやりだして、なんかかっこよく見えたな、今一瞬だけ。何ダメよ。気が散る。考えてみりゃ、その帽子に突っ込むのも忘れてたな。それ何、今更だけど。その帽子は何なの。ターキーよ、ターキー。ハッピーテンスギビー、ハッピーテンスギビー。あ、そうか、それ骨、足か。はいはい、ターキー、はい、10キロターキー。あの、はい、ピアクチェーン。中華レストラン、中華チャイニーズレストラン。へえ、あ、なんか和風レストランなんですね。あ、チャイニーズレストラン、チャイニーズレストラン、はい、有名のチャイニーズチェーン、あります。おお、わかった。全然違う。これは全然違う。カラメル。全然違う。アルコールの香りがするんだ、きっと。ラバケーキ。これ、
ドロッと出てくる、うん、見てください、うん、美味しそう、また今度一緒に食べよう、爆発になってた、はい、なるほど、あわあ、うん、あ、もう終わり。フォーチュンクッキーか。はい。あれフォーチュンクッキーはまた別についてるっていうことなの。はい、あの出るの時ありがとうの感じ。はい、フォーチュンクッキーなら。私の意見、フォーチュンクッキーせんべいみたいよ。せんべいみたいなんで。はいはい、あんまり甘くない。はい。それは他の人に言わせると程よい甘さで美味しい。職人さん的には甘くないって言ってるけど、世の中的には程よい甘さで美味しい。はいはい、ちょっと待って、フォーチュンクッキーがありますよ。お、お、そう。なんか何でも出てくる。うん。はい、ありますよ。おお。ちょっと開けて、うん、どんな未来が待ってんのか、うん、いける、うん、ゴー、oh my god、 oh my god、 開けた、いけた、いや、なんか、そこなんか、どんな結果するもんね、あー、来た来た来た、はい、フォーチンクッキー、はいはいはい、見える、はい、あ、見える、おー、宝くじみたい、ほうほうほう、あー、やっぱり、何書いてます、ラット番号、ラット番号、はい、食べなきゃいけない、はいはい、おー、おー、うん、うん、あ、もう、はい、甘くないよ、甘くない、そこがいいんじゃないの。うん、ありがとう、あ、しろいさん、ありがとうございます。では続いて、しょうこさん、あなたの2021年ベストフードを教えてください。旅行に行った時に、ほう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 、その現地で食べるお魚が、ほうほうほう、待ってる、はい、美味しかったです。楽しかったし美味しかった。ほうほうほう、秋田県なんですけど、うん、ほうほうほう、そう、県民賞でその地元の人から愛されてるラーメンっていう特集ありまして、うん、はい、で、そちらのあさりバターラーメン、なんかでもチャーシューみたいなのも一緒にドカンと乗ってますね、肉も肉とあさりとバターで、うん、もう味が一気にガツンとくる、濃いのが3つ並んだって感じだな。うわ、これすっごい。とっても食べ応え。そうなんですか、これ。美味しい、もう。美味しい。一口出たら、もう、ああ、美味しい。どこですか、どこ、秋田県。秋田県、青森の。青森の。青森の下よ。千鳥さん。秋田県住んでた。昔。はい、でも、秋田も住んでたのか。はいはい。でも、きりたんぽを食べました。またラーメン、たぶん、たぶんあなただけよ。そういえばシドニーさん、ラーメンあんまりでしたね。はい、あ、そうなんだ、ね。あんまり好きじゃないですか。はい、うだの方がいいと思います。うん、秋田県で有名な稲庭うどん、うんうん、一応食べたんですけど、あの魚介類は、で美味しかったので一応出した。ああ、行こう。ええ、そこじゃらしい。ヒロミさん食べたことはありますか、これ。あのよく冬の時、きりたんぽ、毎日いろいろ近所のところ、きりたんぽ、きりたんぽ、きりたんぽ。ガーラ、来た人。はい、来た人、ちょっと。うん、はい、オッケー、分かった、若干シドニーさんがね、酔いが回ってるからね。いや、でもこれ美味しそうだな、うん、